こんにちは、みさゆりな。今日は何をするかって言ったら、皆さんこちらですね。私のおでこにちょっとピントが上がったけど、こちらです。よろぶん、今オリーブヤングの前におるんやけど、韓国のコスメ爆買いって言ったらオリーブヤングやと思うけん、ちょっと久しぶりにオリーブヤング行ってみようかなみたいな。高速ターミナルのオリーブヤングが店舗広いみたいな聞いたけん、ちょっと早速行ってみようかなって思います。で、私韓国のコスメとか今そんな詳しくなくて、で多分見たこともないやつとかもあると思うけん、これめっちゃいいとか説明できるわけじゃないんやけど、私とオリーブヤング一緒に行った気分になってもらえたらなって思います。見ていこうか。オリーブヤングです。うわー、久しぶりや。ダダン、エスポイや、懐かしい。あ、でもセールでなんか安くなっとるね。あ、これ持っとるわ。これ普通に好き。何これ。エスプアブロスティックファンデーション、スティックファンデーションだって。気になるんやけど、普通になんかこの化粧品最近めっちゃ押してる気するんやけど、かわいい。このパレットめっちゃかわいいんやけど、サナちゃんめっちゃ綺麗やん。あとなんかこの方プロデュースに出とったよね。エチュードロムアンド、なんか見たこともないブランドがめっちゃ増えとるんやけど、かわいい。あ、待って、私このブランド好き。かわいい。これヌードチーク、チークだって。この色かわいい。2番しかない。売り切れなんかな、ないんかな、なさそうよね。うわ、ジョンセンブルは安定や。私これ下地今でも使えるんやけど、カバー力もあるし、トーンアップでピンクもいいけど、私は普通のこのこれか、オレンジ使えるんやけど、アミューズのファンデーションもこれいいって言うよね。24時間持つみたいな。アミューズのクッションファンデ使ったことある？めっちゃいいよ。カリナさんヒルカバー、モデル変わったん？カリナになっとる。前まであの人だったやん。あの人、名前出てこん。元少女時代 の妹さん、 SM から引き継いだんかな。カリナになっとるよ。ロムアンドのチーク可愛いんやけど、840円。ロムアンドいろんな色出てる、かわいい。この色かわいいんやけど。あ、でも夜、これかわいい。あ、このメーカーの BB クリームいいっても聞いたんやけど、最近韓国でこれ使いよる人多いらしい。でもこの人がモデルってことはさ、絶対いいやん。買ってみようか。マジで17番、明るすぎかな。韓国の明るいやつマジで明るすぎやね。いいわ、普通に。17番、これ何？この粉普通にいいんやけど、これは全然有名とかじゃない。普通になんかめっちゃサラサラでよかったんやけど。でもこれも在庫ないわ。いや、全部在庫ないね。ロマンドのリップって絶対失敗せんけんさ、なんか普通に買おう。これこれ、マット好きなんよね。あ、でも結構マットやけど、そんな乾燥してないわ。ロムアンドのリップってさ、最近日本でもさ買えるけどさ、めっちゃ新作とかは買えんやん。店員さん、まだそれポギった絶対ポギったやん。いや、しみょーん、待って、ラカやん、ラカ懐かしい。チークかわいい。あ、かわいい。リップもかわいいんやけど、普通に。チーク買おうかな。しかもビーガンらしいよ。なんかすごいね、なんか意識上がる。スキンケア用品めっちゃある。待って、このね、メーカーがいいみたいな、この間 YouTube で見て、買ってみようかな、一個なんか。なんかこういう、なんかこんな感じのやつがいいみたいな。この、なんて読み方わからんねんけど、アイソーいいみたいな。知らんけど。このやつがめっちゃいいみたいな。買ってみよう。アイソイフォー弾力クリーム。私これ使ってるけど、ミセモンズとかで肌荒れた時にこれを化粧水の前に塗って化粧水塗ったら、めっちゃ治った。本当？鎮静。買ってみよう。大容量すぎて。だってつべって書いてあるよ。2倍って書いてるよこれ。ほんまや。SOS ケアって書いてるけん。めっちゃ肌綺麗になった。化粧水する前にこれやったらめっちゃ肌綺麗になるみたいな。めっちゃいいやん。これ買おう。これも良さそうじゃない？これなんか私いいって聞いたんやけど。鎮静。
クリーム。でも韓国エッセンスとかいろんなあるやん。ありすぎてわからんよね。あ、ドクター G やん。ドクター G 普通に良かった。これ何回か YouTube で紹介してんけど、普通に良かった。このクリームメンズ用もある。え、これ良さそうじゃない。で、ビーガン一日シカクリーム。で、これ買ってみよう。なんか最近韓国ビーガンブーム、なんかめっちゃ多くない？化粧品ね、セラム。え、これもなんかめっちゃ良さそうなんやけど。でも1個でいいんよな。韓国ってめっちゃなんか2個とかつけてくるやん。私1個でいいんやけど。これセラムだけ使ってみようか。このビーガンセラム使ってみるわ。これはもう安定にいいよね。これ大容量みたいな。なんか友達これ背中のケアにいいみたいな感じで、夏って背中見せるときあるやん。その時のケアで使いよった。いいらしいよ。ここもクレンジングとかそういうのケア。このシリーズは安定やね。なんか私オリーブヤングのブラシめっちゃ優秀なんやけど、シェーディングで使いよるやつが普通にいいよね。あれめっちゃ聞かれるんやけど、動画とかで。これ良さそう。これも良さそう。顔これも良さそう。めっちゃなんか安くなってる。え、なんかセール終わったよね。あ、でも7月25から27までオリーブデイだって。カムサンビナてか、これ串買ったんよ。めっちゃ良かった。そう、今のめっちゃいい。良かった。割りぐらいの使ってるんだけど、うん、めっちゃいい。この串シリーズいいよね。なんかめっちゃ頭皮が呼び起こされる気して。あ、このでかいのいいね。1270円、めっちゃいいやん。すごい、なんかすごいすごいね。これたわしみたい。日焼け止め買いたい。なにこれ、すごない？でかない？うん、ビッグサイズ日焼け止めクッションだって。このシリーズかいね。塗るタイプのやつ。スティックタイプってのめっちゃ買ってるよね。韓国スティックタイプ多いよね。え、でもこれめっちゃよくない？日焼け止めクッションいいな。化粧する前にポンポンってやって。この CNP の日焼け止めもいいみたいに。水分トーンアップ、あ、じゃあこれがいいな。ピンクの色のトーンアップ日焼け止めクリーム。これもなんかおまけみたいなやつにとってちょっと大きいやつ。韓国のこういう拭き取る系さ結構好き。肌スースーすることない。これ良さそう。いろんなありすぎてなんか分からん。韓国めっちゃあるよね。あ、マスクゾーン来たよ。マスクゾーン、これこの間使ったんやけど普通に良かったよ。ドクター G のやつ。これ弾力アンプルマスク良さそう。水分鎮静パッとこう。あ、美白いいんかな。何これ、それめっちゃいいね。てかこのシリーズ有名よね。これこれパッパ、なんかめっちゃいいって買ったわ。これよかった、うん、もう見た目からさ存在感違うよね。オレンジもあるよ。うん、買っとこう。パック全部安くなってる。安くなってるけ今爆買いじゃ。え、これ750円するよ。ブロッコリー、何これ、何これ。もうこれセットになってる。これお土産で良さそう。ちょっとこのシリーズが今ちょっと熱いということで買っておきたいと思います。はい、よろぶん定番のやつですね。メディヒール。迷ったらこれできますね。迷ったらこれ。あ、私これめっちゃ使いよったわ。でも私肌弱いけんさ、マスク使いすぎて肌荒れた。これ良さそう。ビタミン初めて見たんやけど、これ良さそうじゃない。めっちゃ安なってない？1000円も安なられたらね。これにしよう。弾力お肌もちもち。あ、待って、こっちもあるやん。めっちゃ安なっとるやん。めっちゃ買い爆買いじゃない。爆買い。私このシリーズも好き。これも普通に良かった。あとニキビのやつ。ニキビのやつってもう日本でも売り出したけんさ、そこまで珍しくないよね。何それ。これ直すやつ、治療針みたいなついとって、ちょっとでなんか痛くはないけどクンチクンってしてめちゃくちゃ鎮静みたいな。ニキビ、うん、隠すじゃなくて鎮静。針がついとんや中に。へえ、はい。オリーブ側の人間ですか。小熊もある。何買ってるんですか。ちょっと日本恋しなった。韓国さこれめっちゃ売ってない？知ってる。そんな使うみたいな。あとなんか足のやつ、休息時間。そう、ちょっと韓国の何がそう、うん、ホワイトニングの薬が強くて家でできる。あ、でもこれ友達韓国来た時めっちゃ買いよったわ。ほんまや、美白効果って書いとる。そんな白なるん。これもレベルがあって確か、レベルと種類、うん、夜間美白、バトン美白、強い美白。強い美白買ってみよう。チョコレートみたい。
え、なんかさ、韓国のさ、こういう足裏ケアみたいなのあるやん、ママが一回やったらもうなんか皮むけすぎて怖かったって言った。なんかもうベロンベロンにむけたみたいな、もう永遠むけるみたいな。てか韓国めっちゃこれ売ってない？韓国これめっちゃ売れるよね。めっちゃ休息したいやんみたいな。こういうのとかもほら、みんな疲れとんかな。めっちゃ買ったくない？これパックだけで 1,2,3,4,5,6,7 化粧品もそこそこ買えたし、持って帰るのマジ大変。じゃん、買ったんやけど2万5000何歩ぐらい買っとって、買ったことない商品とかもあるけん、なんか帰って化粧動画とかで使いながらちょっとレビューみたいな感じでやっていきたいと思います。韓国のコスメありすぎて、ちょ、わからんけんコメント欄でこのコスメ可愛いよとか、今このコスメ流行っとるよみたいなやつ全力で教えてもらえたらなって思います。以上、ミスでした。バイバイ。